グロスター大聖堂グロスター大聖堂のカイローグロスター大聖堂はイギリスグロスターにある大聖堂678年または679年に建てられた聖ペトロへ建造された修道院を前身としている現在イングランド国教会のカンタベリー大聖堂管区グロスター主教区に属するノルマン人修道士サーロが建てた教会が大聖堂の元となった 1089年に工事が開始され、1499年までかけて建設された、ロマネスク様式、初期イングランドモシック様式の混合である。建物の最長約130メートル、幅44メートル、美しい15世紀の中央塔は高さ69メートル、ある。塔の頂上には4つの優雅な小戦塔があり、ランドマークとなっている。合唱体積、 通路と礼拝堂の下にある地下納骨堂は教会三次会場のようなノルマン様式である。地下納骨堂はイングランドに4カ所あるアプスの付いた地下納骨堂の一つであるを取り囲むように4ペンを構成している。入場料は無料だが、聖堂内の写真撮影には撮影許可証を購入して身につける必要がある。ありがとうございます。